おはようございます。お菓子教室ひすなずた大下香里です。私はお菓子で仕事をしたい方のためにお菓子の制作と集客や、開業のサポートをさせていただいております。まちこさんおはようございます。ありがとうございます。そうですね、毎朝私はですね、月火の朝8時から10分で、最近15分ぐらいですね、皆さんのちょっと元気になる話やお仕事をヒントになることをお話しできたらなと思ってお話しております。おはようございます。あ、高子先生おはようございます。緊張するって。はい。で、少し、お知らせ等々があるんですけど、一つが私のプロコースに来てくださってた生徒さんがこの間ね、工房オープンされました。で、小道菓子店さんっていうんですけど、小道 COMICHI で菓子店っていうの、インスタをすごい投稿されてるので分かると思うんですけど、すごいね、素敵なね、工房オープンされました。で、彼女はですね、何年前かな、数年前にも終了されて、イベントでずっとね販売されていたんですけれども、とうとう、自分の工房を持ちました。それまではね、レンタルキッチンじゃなくて、お知り合いの方の、菓子製造許可のあるところで作られて販売ね、イベントどんどん出ておられたんですけど、とうとうあの工房を持たれました。で、皆さんすごい素敵なので、よかったら行ってくださいと思います。大阪府仙北郡忠岡町っていうところにあるので、インスタを見ていただけたらいいなと思います。で、もう一つはですね、ちょっと、こちらですね、私の、コンサル先生の、出版した本がですね、10版になりまして、またさらにイベントが追加されているんですけれども、8月25日にですね、大阪でイベントがあります。売れるレッスン価格の決め方セミナーというのがありましてですね、ちょっと待ってね、これをこうして、よいしょ、はい、これですね。で、これの内容がね、すごいね、安くて充実しているので、よかったら皆さん来ませんかってすごい思ってます。で、内容がですね、ちょっとスケジュールの方を見たらいいかなと思うんですが、このセミナーで学べることが、正しい価格の決め方と値上げの方法伝授、価格のマインドブロックを外して成功したクライアントさんの実例を聞いて実践できる、とは価格のマインドブロックを外すことで収益アップが見込める、下半期から来年度に向けての事業のリニューアルと価格設定ができるということで、朝の10時半から4時まであります。で、こういう内容ですね。1、価格は感情で決まるという根付けの法則。2、買う人目線の感情価格を知って値上げができるマインドを作る、迷わない価格の決め方のコツ、生徒さんも先生も幸せになる感情価格術の決め方の方法ですね。で、売り込みなしで喜んで買ってもらえる価格の考え方。高子先生、大阪もめちゃくちゃお得です、横浜は満席でした、ということで、横浜で8月10日にあるんですけど、もう満席になってしまいました。で、お昼ご飯がね、1時間半あるんですけど、またそこがきっと私は楽しい時間だと思っています。で、午後の部は6、あなたの価格を再設定してみよう、ってワークをしてみますね。で、7、認定コンサルタントとの対談インタビュー、8、あなたの事業設計構築を再設定してみよう、ワーク2 で質疑応答というので、4時で終了になっております。で、ですね、これが横浜で、大阪はですね、私と、粉雪資本の直子先生、スタジオジェーマの高橋京子先生、エミシャルムの久保田智美先生、エクラシープラスの三村香先生が、一緒にですね、講座をさせていただきます。で、大阪会場はですね、5500円ですね。クスパさんのセミナー受講していただいてた方は3300円です。
高子先生が王様かもセミナー終わってから任意で懇親会しようかなと思っていますから、いろいろな話も聞けると思いますということで、よかったらね皆さんね、お申し込みいただけたらと思います。あ、ミュウさん横浜行きますということね、すごい楽しみですね。またあっちで会いましょう。はい、ということで、お申し込みしたい方はですね、何かしら私にご連絡をいただけましたらご案内させていただきます。はい、でちょっともう6分を使ってしまったんですけど、今日はですねちょっとねこの本の紹介をしたいなと思いました。私実はまだ全部読み切ってないんですけど、なんかめちゃくちゃ面白いですこれ、山中恵美子さんの何もないこそ最高の武器になるっていう ね、すごいこの絵を感じている方もおられるんじゃないかな。私何もないわって思っている方にとってはすごいね、なんだろうね、爽快な本になるんじゃないかなと思います。はい、で山中恵美子さんは私のコンサルの先生の、まあ、お友達って言ったらいいんでしょうかねすごい仲いい方で、この1分間瞬読ドリルっていうのをねもうな、発行されてもうな、何冊も出しておられますね。すごいねもうね人気作家さんで、学校も開いていて、もう本当にすごく手広くされて、もうすごい成功者の方です。その方がですね実はすごい面白くて、波乱万丈、なんかね途中までは普通で、ここにね普通の主婦って書いてるので途中までは普通なんですけど、ある時からですねえらいことになっていくっていうのがなんかねめちゃくちゃ面白いんですよ。で前半がねまあ漫画のような私の人生ということで、あらかたどういう人生を過ごしてきたかっていうのをババッと書いてくださってるんですけど、まあ、1億円の喪失、36歳で2人の子持ち、一門からの大復活、本当その通りですね、すごいですよ。で小学校のいじめとそこからの脱却とかね、小学校いじめられたそうなんですよね。大阪で生まれて名古屋の方に転勤でついていかれて、まあ、ご両親の転勤 で大阪弁をしゃべるといじめられるっていうね。でそこでまあいろんなことを学ばれてます。で高校入試は一人だけ不合格とかね。でテレビ局の AD をされてたらしいんですけれども、まあもうすぐ結婚かって言ってたら、その人がね二股かけてたことが分かって破局とか、ちょっと面白くなってきませんかすごいでしょ。でなんかもうちょっとね場所を変えたいって言って、その頃は大阪におられたんですけど、名古屋に一人暮らしを始めたらですね、そこで、家庭教師派遣会社のアルバイトをされてたら、なんかテキパキすごい仕事ができたようで、そこでその社長さんに見初められて結婚するっていうね、もう玉残しに乗るっていうことですね。ですごいなんかね、FX とかでされてて、めちゃその利回りだけで、何百万もあったら数百万の収入が得られるようになって、暮らしてたそうなんですけれども、リーマンショックでもう1億円の損害をされるそうです。そして旦那さんもですね、その会社派遣会社の社員が集団で辞められてとか、そういうのでショックで引きこもりになるとかね、まあ、すごいすごいですよ、読んだら本当にすごいなと思います。でその方がですね、だからそこまでは、まあ、普通にというか、まあ、普通じゃないかも、ある程度普通に行かれたのが、そのリーマンショックをきっかけに奮起して、私は逆に花開いたと思ってます。で成功の秘訣は集約すればこれだけっていうね、3つだけ、誰でもできる3つのことを実行しただけですって。3つあるんですけど、2つだけご紹介しますね。一つは観察力です。二つはスピード力。三つはこれはふにゃふにゃふにゃなんですけど、普通のことです。でもこれを、ちょっと人一倍頑張ってきたっていうことですごく伸びたと書いてます。でこの三つは誰でも何歳でもその気になれば育てられる力のはずですって書いてます。
はい、で、1から3章までは人に恵まれるがテーマで書かれています。で、4から6章までのテーマが夢を叶えるっていうテーマで書いてくださってます。で、ちょっと時間の関係上私がと思ったところをちょっとだけ、ご紹介しますね。好かれたかったらまずは相手をリサーチっていうことですね。小学校の時にいじめられたんですよね。そこがきっかけで、いろんな処世術をね、もう編み出されたそうです。で、その大事なことの一つが相手を知るという技ですね。本当これはもうでもね、教室業でも、もうお仕事だったら全部に共通することなんですよ。で、多分生きる上でもすごい大事なんだなって改めて感じました。で、ですね、いじめられてた時にね、いじめっ子たちは主に5、6年生です。で、その時は低学年だったので、登下校班の班が同じだったので、その時に会話に耳を澄ませば好きなものを探ったそうです。で、好きな、上級生が好きだったのはガラスの仮面とか知ってますかね。私も大好きです。王家の紋章などの少女漫画に熱狂していることが判明し、それを一気に読了して上級生らの会話に加わることに成功したっていうね。そしたらちょっとね、認められてきて、で、どんどんこう自分が本当に読んで好きっていうことを知っていったら、もう認められたっていうね、いじめがもうほぼなくなったって書いてます。自分の敵、まあ、仲良くなりたい相手の好みを知り話題を合わせるというこの技はもちろん大人に対しても使える技です。今は SNS もありますし、それで相手の趣味や思考を知ることはだいぶ簡単になってきていると思います。まあ相手をね、しっかり知ることでその人を何ていうかな、制覇することができるというか、すごい近づくことができますよね。ね、はい、すごい、これはね、もうなんかめちゃめちゃ共感しました。ここで面白かったのがね、ドハチ戦争っていうのが私たちの時代あったんですけど、土曜日の8時ですね、夜の8時はですね、俺たちひょうきん族を見るか、8時だよ全員集合を見るか、どっちかに二分されるわけですよ。で、どっちを見てるかっていうので、なんかまあそっち派こっち派みたいなのも書かれてんのも、なんかね、胸がね、キュンとして面白かったです。はい。で、もう一つはですね、人をすごい大事にされる方だなって思ったんですね。で、それはですね、もうやっぱりいろんな経験をして、人からのそういうのが大事だって実感されて、ますます思われたと書いてるんですけれども、人の価値は応援し合える仲間の数で決まるですね。で、なんか昔の話はっていうところのもうぶっちゃけが面白かったんですけど、お恥ずかしい話ですが、昔の私は一人で生きてると思っていました。FX で全てを失う前の時期、玉の輿に結婚に成功し、好き放題に過ごしていた30代前半のことです。誰の世話にもなっていない、私の実力だけでここまで生きてきた、贅沢できているのも自分の力、楽して得して生きていきたい、いい情報は誰にも教えず独り占めしたい、いいご縁も誰にもつなぎたくない、どうでしょう、こんな人間とあなたは付き合いたいと思いますか、でもこれが昔の山中恵美子だったのですって、うわー面白いって。つまり、もうちょっと読みますね。つまり、いい情報もいいご縁も周囲にギブしたい、喜びや幸せを周囲と分かち合いたい、心からそう思えるようになったのです。その方が結局は自分に返ってくるということが分かったのです。そうね、今ではすっかり更生し、独り占め思考から脱却、分かち合える仲間づくりの楽しさに目覚めることができました。周りと助け合いながら感謝し合える関係は最高です。今思えば独り占めする人生ほど寂しくつまらないものはありません。また人はそれぞれ強みが異なります。自分一人で完結しようとせず、周囲にうまく頼れる人が最速で成功に至ることができます。すごいね、本当にそうだなって思うことがいっぱい詰まってますし、なんかね、元気になる。あ、何にもなかったけど
あの3つを大事にして、努力をしていけば恵美子さんのようになれるかもしれないですね。でもすごく、素質を持ってたものを掛け合わせて爆発させたような気がしてるんです。これ読んでたらね、家庭教師の派遣の旦那さんと会社、結婚しますよね。で、まあ、塾に、近しい話ですね。でそもそもお母さんがすごいそろばんをね教えてたそうなんですよ。そこと掛け合わせてなんか塾っていうのが出てきたのかなって私は想像してます。なので皆さんも自分が昔からなんか得意とすることとか一生懸命やってきたことと今の状況とかね何か掛け合わせてみるとですね唯一無二の強いものができるのではないかなってちょっと思いました。ぜひ皆さんこれね、読んでみてください。元気になると思います。はい、じゃあ今日もたくさんの方が来ていただいてありがとうございます。ちょっとお名前を読み上げてみます。あ、ひろはしさんおはようございます。ペピットパールさんおはようございます。ピュアエムさんおはようございます。カメルクリームさんですね。あ、カメルでいいか。はい、おはようございます。ダルウチハチさんおはようございます。マキコさんおはようございます。ミュウさんもありがとうございます。あ、タカコ先生コメントありがとうございました。あ、マチコさん2020年に一緒に受講しました。はい、おはよう。何でした2000なんかなあ、そうそう、ま、小道さんですね。小道さんとね一緒にプロコースやってくださってありがとうございます。あ、ともこさんおはようございます。あ、すんちゃんカフェさんおはようございます。あ、かよさんもおはようございます。初夢さんもありがとうございます。こうさん元気になったかな、おはようございます。エキシングさんもおはようございます。あ、カプリさんもおはようございます。あ、しーちゃんもおはようございます。あ、ポコさんもおはようございます。皆さん朝早くから本当にいつもありがとうございます。インスタライブは今日で、今週は終わりになります。明日は水曜日、ルミちゃんと一緒にカオルミ8時15分から YouTube ライブです。で木曜日は21時のお菓子の部屋のまた YouTube ライブをさせていただこうと思います。ここはまた来週の月火と、はい、お話しさせていただきますので、またよかったら皆さんご覧ください。よし、じゃあ行きますよ。皆さんちょっと肩ほぐしてますか？ゴリ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 ってまた言ってませんか？よしよしよ、こうやってこうでもいいですよ。はい、皆さんもやるんですよこれね。はい、じゃあ行きますよ、ね、少しでも今日が一日元気で過ごせますように。はい、今日も元気にいってみよう。